でもどうして 2B のような先導モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。目標地点を確認。マップにマーク。推奨。目標地点への移動。予測。当該地帯の敵による通信妨害。システムメニュー上で表示可能。情報によるとこの付近の機械生命体は襲ってくる様子はないみたいですね。最近こういう敵が増えたみたいで、ただぼーっとしてるだけ。一体何をしてるんでしょう。
ここがレジスタンスキャンプか。まずリーダーに情報を聞いてみましょうよ。お前たちは、あれ、 2B のことを知ってるんですか？いや、バンカーから連絡が来てたからな。私の名前はアネモネ。この辺り一帯のアンドロイドレジスタンスを取りまとめている。バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから好きに聞いてくれ。ここは植物の侵食がかなり進んでいますが、当時はかなり大きな都市だったんでしょうね。オペレーター6および 2B さんへ。定期連絡の時間です。こちら 2B、 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか？問題なし。それは作戦に関係する情報？いえいえ、そうではなくて、天気がいいと気分がいいのかななんて。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。2B さんらしいですね。それではまた。これで全部かな。武器屋さんに見てもらいましょう。